ジョン・ロードはイギリス出身のハモンド・オルガニスト、ピアニスト、作曲家。2005年本名、ジョナサン・ダグラス・ロード、デスターで生まれる。父親はサクソフォーン奏者で音楽的な環境に恵まれていた。彼は9歳の頃からピアノのレッスンを受け始める。最初はクラシックピアニストを目指していたが演劇にも興味を持っていた。彼は演劇学校にも通っていた。 そんなある日、ジミー・スミスが奏でるハモンド・ウルバンのサウンドを偶然耳にした彼はその魅力にはまる。その後、アマチュアバンドに加入し、キーボードを担当するがあまり仕事には恵まれず1963年にようやくアートウッド率いる本格的な R&B バンドアートウッズへ参加する。1967年にアートウッズが解散するとジョンは、 サンタバーバラマシンヘッドを結成。オムニバスアルバムのために3曲のインストゥルメンタルを録音するが同年早くもグループは解散。次に参加したのはフラワーポッドメンというボーカルグループのバックバンドであったが、この頃リチーブラックも後で会う。その後、ディープパープルの前身であるラウンドアバウトを経て1968年にディープパープルを結成。 1976年のバンド解散まで、キーボーディストを務める。左ジョン、右、トニー・アシュトンその後、トニー・アシュトン、イアン・ペースらと共に、ペースアシュトンロードを結成。1978年には、デエビッド・カバデール率いるホワイト・スネークに参加。そして1984年、ディープ・パープルを再結成し、以降長年にわたって、バンドの実質的なリーダーとして、 メンバーをまとめ上げた。ツアーの疲労が蓄積してきた2001年に彼は膝を痛め、こうした事情から翌2002年にディープパープルから引退するような形で脱退。その後、ソロ活動に転じた。2004年、アルバム、ビヨンドザノーツの中の一曲の、ザサン・ウィル・シャイン・アゲンを、元、アバのアンニ・フリッド、リングスタッドと収録。2009年4月15日、 東京国際フォーラムでのディープパープルのコンサートにてサプライズゲストとして参加。2011年自身が膵臓癌による闘病中であることを公表した。英国及びイスラエルで治療を受けていたが2012年7月16日、肺足減症のためにロンドンのクリニックで死去。71歳ボ打つ。ハモンドールガンはジョン・ロードの代表的な使用楽器として知られている。 オリジナルの C-3 に、筐体の上下分割、スプリングリバーブ内蔵、RMA、エレクトラピアノを組み込みスイッチで切り替えることができるなど多岐にわたる改造を施しており、ジョン・ロードが特許を取ったものがいくつか存在する。そのためジョン・ロードのオルガンは、重量が 300kg あると言われている。また彼は、ハモンドオルガンの下部に、木製の厚い板を打ち付けている時代があった。 これはオルガンを前後に揺らしスプリングリバーブの衝撃音を容易に出すためである。当時彼がメインで使用していたハモンドオルガンはフリートウッドマックのジョン・マクビーから譲り受けたものと言われている。ディープパープル第1期の時はハモンドオルガンとレスリースピーカーの組み合わせであったがディープパープル2期の頃になるとマーシャルの PA スピーカーキャビネットを使用し歪んだ音色を演出していた。 彼はこの理由について、レスリーを通すと誰でもそれなりの音が出る、テクニックを磨くためと語っている。このパワフルな音は、特にアルバム、ライブインジャパンで聞くことができる。ハモンドオルガンは、筐体内にマグネティックピックアップを内蔵しているので、これを真似したい際には、アンプの音量とオルガンとの距離に注意されたい。大音量に設定されたアンプが、 トーンホイールオルガンの近くにあるとハウリングを起こす危険がある。ディープパープル第3期以降は、再びレスリースピーカーを使用し始めている。初期の300バイトというモデルで、マシンヘッドの録音から導入され、いくつかの曲でソロを弾くのに使われている。同時期のステージでは、ハモンドオルガンの左側に置かれた。ディープパープル第3期以降は、前述のように、 ハモンド・ウルガンに組み込まれた。ディープ・パープル第2期最後のアルバム、紫の肖像から導入したシンセサイザー。カリフォルニア・ジャムのライブビデオで、スペース・トラッキンの即興演奏の部分から操作し始めている白いパネルの機種。外見から、初期型のモデル2800であると思われる。ローズ・ピアノ、クラビネット、メモリー・モーグ、ヤマハシ p 七十デラックス7、コルグ m 一 ハモンドスズキ XB-2 など、時代に合わせて使用機材は変化していくが、あくまで基本はハモンドオルガンであり、他のものは調味料のようなものだという。ハモンド C-3 に使用されたエフェクター、アルバムライブインジャパンに収録されたレイジーの冒頭部分で、ハモンド C-3 の音を金属的かつ無調な音階と奇妙な音質へ変化させている。なお、 外国版のメイドインジャパンのジャケットでハモンド C-3 に乗せられている小さな箱が同期材の本体。ギブソン参加のエフェクターブランドマエストロ製。ありがとうございます。